薄若敵敵リストに乗るのこの人。あ、ほんとだ、ガードできるわ。わあ、すごい、連打すごいな。眩しい。ちょっと待って、このこの武器すげえよ。いいって、ダーザ振りかぶりがわかんねえな。よいしょ、ガード。ちょっと待った。やばい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 。あ、そうだ、こいつも切れるだろう。あ言うて、ガードガードして、よいしょ、ガードして、もう、もうちょっと真ん中来て、真ん中。あいてててて、返された。いやー、ちょっと待った。返されるんですけど、こんな時の骨っこだ。食べた。使う。おぉ。ちょっとこっち来い。ちょっと前。おら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 。おら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 。無敵だ、おら。この野郎。よし。予想はアマテラスくん。なんでしょう。報復使っちゃったよ。久しぶりに優の力を味わったけど、もう十分だよ。久しぶりに？なんだ、今更お前の方から仕掛けてきたんだろう。でも強かったね。あれ、アマコはあいつと知り合いなのか？何歳なんだ一体。こんな不器用な真似しかできなくて悪かったね、ベイビー。実はミーはこの辺りを襲った怪現象について調べていたんだ。一面をたたり場で覆い尽くし、太陽の光さえ瞬く間に奪い去った。伝説の怪物ヤマタノオロチの呪いのことをね。いや、ヤマタノオロチっておばあちゃんも言ってたでしょ。あ、冷たい風が。不用意にその名前を口にしない方がいいよ。そうなの？心の弱いものはそれだけで呪われてしまう。マジ？私結構メンヘラなんだけど大丈夫かな。ヤマタノオロチは100年前イザナギと知らぬいによって退治され、ミーが警備していた伊豆酔いの祠に封印されていたんだ。信州平原の大きな湖の真ん中にある古い祠にね。ところが何者かによって宝剣つくよみが引き抜かれ、オロチは復活。その呪いの力で辺り一面がたたり場に変えられてしまった。ミーが都へ帰った留守を狙われたらしいんだけど、そうかな、たまたまっぽかった。まさか誰にも抜けないはずのつくよみがいとも簡単に引き抜かれるとはね。え？そうなの？どうやらミーの余地を超える運命の動きがありそうだよ。え？それって、そんな運命が何だってんだい。オイラたちはその呪いを解いて回ってるんだぜ。この調子でヤマタノオロチだってコツンとこついてやら。そうだそうだ。へえ、この辺を蘇らせたのはユウたちだったんだ。そうだよ。でもオロチが復活してからそれなりに時間が経ってるというのに、ずいぶんスローなペースだね。なんやて何？正直な話、今戦ってみて分かったんだけど、アマテラスくん、ユウの力にはがっかりしてよ。まあそうですよね。なんかお札使ったし。昔山田のオロチと大立ち回りを演じたのかもしれないけど、そんな過去の栄光に慢心してぼんやりしてたもんだから。今はもうすっかり衰えちゃってるんじゃないの？あ、煽るわ。この野郎言わせておけば、こんな感じだったんだ。お前さっき神木村に逃げる人影を見たとか言ってたよな。そんなことを知ってるお前だって怪しいもんじゃねえかよ。そうだそうだ。何を興奮してるんだい、この子、ムマリ君は。そうそう、ミーには未来予知する力があるんだけど、チートじゃん。俺のサイドエフェクトがそう言ってそう。ユウたちに一つ予言の言葉をプレゼントするよ。スリル満点丸立てゴー？ふざけとるわ。それがユウたちの未来のキーワードさ。さてと、ミーは忙しいのでそろそろ失礼するよ。それじゃあ、グッバイベイビー。うわ、あれで飛ぶんだ。獣フレンズみたいじゃない？飛んでったわ。けー！なんだよなんだよあの野郎は。そうだそうだ。ふざけやがって。起きろ起きろ、アマコーン。
さっさと先を急ごうぜ。そうだよそうだよ、あんな、あんな、あんなやつ、ピロートークとか、あピロートークとかつけちゃってるような中二はよ。あ、なんだ、渦巻いてる、なんかなんか渦巻いてるんですけど、え、これこの武器を装備したからどうなってんだこれ。ん？なにこれ？え、これ何？え、これ何？そんなもんじゃ開かないって。何これ？こいつは大宝月だな。地中に隠された宝物を包み込んで目を出す特別な宝月で、切っても叩いても人間には中身が取り出せないのさ。神様だけが特別な方法で包みを開かせるって言い伝えだけど、お前どうやるのか知ってるか？ねえ、知らない。やっぱこういうのはさ、乱暴にしちゃダメなんだよね乱暴にするとダメだから。あ、出た出た、真骨頂。包み込むの。包み込んであげると自分から脱ぐから自分から脱がせるっていうことなんだよね。優しさで。漆器セット。これ、普通に使おうぜ。ご飯食べるときに。普通に使えそう。いっぱいあるじゃん、ここ、これ。いいんですか、こんなにいただいちゃって。あ、サンゴのかけら。いいんですか。こんなにもらっちゃって。結構金になるんだよな。鋼の拳飲もうぜ。一定時間、あ、飲めるんだ一定時間上昇させるってよ。へえ、しかし丸太でゴーって言われてもなどっかに丸太でゴーするところがあるんだろうな。あ、無限隅。てか地図見るか。あー、いろいろあるけど行かなきゃいけないところないのかな。ラジオもとりあえず潰すか。あ、なにこれくるみ？くるみ、でっかいくるみみたいなのある。割れねー。てか、ちっちゃい猿いんじゃん。お前ら何食うの？豆食うのか？ちっちゃごい。ちっちゃごい猿いるわ。くわえよ。ちっちゃい生き物見るとくわえたくなっちゃうわ。見てこれ。かわいいでしょ。あ、ズームで自分の口元見れねえかな。かわいい。ちっちゃい生き物かわいいね。で、なんだあいつ。なんか人がいるように見える。釣りしてる？なんだこいつ。コカリ、梅太郎あいつ無事でいるかな？え、ちょっとウサギの毛皮乗せてる？なんだよワンコ、君も一人ぼっちなの？僕の名前はコカリ、よろしくね。え、マジで皮乗せてないこれ。怖っ。弱肉強食ね。ちょ、手首で釣り竿持ってるわ。あ、これ？これは魚を釣るための竿だよ。実はこれ針どころか糸さえついてないんだけど、あ、そういう表示が省略されてるわけじゃなくて。それには訳があるんだ。どうしたの？この間僕、犬の梅太郎と秘密の場所へ探検に行ったんだ。そこは、ツタマキ遺跡っていう古い建物で、ほう。それまでは鍵がかかっていて中へは入れなかったんだけど、森の奥で偶然鍵を見つけて中へ入ってみることにしたんだ。そしたら遺跡の奥から気味の悪いうなり声が聞こえてきて、それに驚いた僕たちは一目散に逃げたんだ。ほう。それから遺跡の入り口に鍵をかけて家まで走ってきたんだけど、まさかお前、気がついたら梅太郎の姿が見えなくなっていたんだ。閉じ込めちゃったんじゃないの？
梅太郎はきっと遺跡の中に取り残されたままだよ。ちょ、最低。ずっと一人ぼっちで泣いてるんだよ。もうそれどころじゃないよ。臓物を引きずり出されて泣いてるよ。そこまで分かってたらなんで助けに行かないんだ。こんなところでのんびり釣りなんかしてる場合じゃねえだろ。ほんとだよ。そう、それが僕、遺跡から走って帰る途中、この水辺で転んで水の中に遺跡の鍵を落としちゃったんだ。もう当時一個。僕、鍵を釣り上げようと頑張ったんだけど、針も糸も全部魚に取られて竿だけになっちゃったんだ。代わりを用意するっていうことを覚えな。うわーん。それは泣きたくなるわ。僕、落とした遺跡の鍵を釣り上げようと頑張ったんだけど、竿だけになっちゃったんだよ。あれ、もっと聞けそうだけど。ん、この野郎、メソメソしやがって。ねえ。鉄来てもかまして今度は入れ直してやろうぜ。体罰。ギャフン。やい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 。おいらは金玉虫と泣き虫が大嫌いなんだい。お前、大切な犬を危険な遺跡に置き去りにしちまったんだろう。そうだよ。愛護団体に訴えられますよ。でも、あのな、釣りなんてもんはノリだのに。ノリが良けりゃ魚でも女でも釣れるもんなんだよ。お、女釣ったことあるの、一寸はね。ねえ。さあ、おいらたちが見ててやるから楽しいノリでやってみな。これ、なんか手助けしそうじゃない。大丈夫かな。それにしてもこの水は不気味に濁ってやがるな。濁ってる方がいいんじゃない。ここは曇りが淵って呼ばれていて、いつもこんな風に沈んだ色なんだ。そうなの？でも曇りが淵って呼ばれるのにはもう一つ理由があるんだよ。なんでしょう。それは大昔この淵に住んでいた人間の何倍もある大きな主が、水面に映った月を飲み込んじゃったって話があるからさ。はあ。その話が本当かどうか誰にもわからないけど、でもこの赤田の森には今も月が昇ることはないんだ。へえ。そんなへこむ話はいいからよ。お前はもっと楽しいノリで行けっての。さあて、あまこう。はい。こいつの釣り筆調べで手伝ってやろうぜ。え、お魚描くってこと？あるはずの糸がない。だったら竿と魚を線で繋いで糸を描いてやればいいってことだ。そんな。え？魚と釣り竿を筆調べで結んで魚を引っ掛けるのじゃ。うまく引っ掛けたら L スティックで魚を逆に引っ張るのじゃ。はあ。あまりに力を込めて引っ張りすぎると力ゲージが赤くなり体力が減っていく。はあ。魚を引き寄せたら画面にボタンが表示される。すかさずそのボタンを押せば水面から魚が飛び出すぞ。飛び出した魚には一線をお見舞い。すげえ釣りだな。そんな釣りがあるんだね。え、魚がかかったよ。かかったか。坊主気をつけな。力いっぱい引くだけじゃ無駄に体力失うぜ。だましだまし引っ張って上手に魚を引き寄せるんだ。よいしょよいしょ。はあ、B。 あれ、これ魚じゃない、ロブスターだ。わーい、ザリガニを釣り上げた。ちょっとピチピチしてる。いや、ヒーヤ。これで、あれっすか。あ、ちょ、太すぎるな。太すぎるんよね。おりゃー、こっち来い。あー。ザリガニしかいねえ。ザリガニ界だ。鍵本当にあんの、ここ。お！チュートリアルは終わりってわけね。ちょ、待って。太いんだよな。ビョ、ビョ。ビョ！ちょ、難しいわ。魚の口じゃなくていいのかな？ああ、難しいわ。にゃあ、なんで？なぜか。なぜか、かからん。ああ、来た。やっつ来てよ。どういうことなの？よいしょー。ああ、
B。 うわ、ザーク。ザーク魚取れた。うーわー、でか、大鮭。でけー、さばいて食べよう。鍵じゃないじゃん。鍵を飲み込んでいるというオチ。うわ、すごい大物が釣れたね。ん？ハケ！うべ。あれれれー！これは遺跡の鍵だ！こんな形なの。釣り上げた大物の口からポロッと出てきたよ。これで遺跡に埋め太郎を助けに行けるぞ。よかったね。よし、じゃあ今度こそ逃げたりしないで遺跡の奥まで。あ。いただき。ああ、ワンコ何するんだよ。へっへっ、粋なことするじゃねえか、甘子。ガキに危ない真似をさせたら、狼様の名が廃るってもんだ。さーて、そのうち玉木遺跡とやらに迷子の犬探しとしゃれ込もうぜ。えらーい。くんな、くんな、くんな。くんな、くんな、くんな。持ってってやろう、つってんだよ。これ渡ったらもう来ないの。めっちゃ怒ってるわ。めっちゃ怒ってます。まったく、で、その遺跡はどこにあるんだ？うんせ、うんせ。加えてる？あ、加えてるね。遺跡はどこにあるのかな？お、こんにちは。カリウド。おお、これは珍しい。狩られる。白い狼とは、まるであの知らぬい様のような。このアガタの森にも昔はたくさん動物がいたものだが、妖怪たちが増え始めてからは数がめっきり減ってしまってな。もっと今はそれどころではないのだ、ブツブツ。どうしたんすか？どうしたの？この森で我が息子に会わなかったか。実はこの森の奥の奈良井川が嵐の日に増水して、隣の草薙村へ通じる橋が流されてしまってな。あ、そうなの？その奈良井川に新しい橋を架けるよう息子に言っているのだが、え、息子に？荷が重くない？犬の世話ばかりしていて取りかかろうとしないのだ。荷が重くない？あいつでしょ？息子を可愛がっているのは梅太郎という犬で、昔森で傷ついていたのを俺が拾ってきたのだが、息子はその梅太郎を看病して以来妙にか保護になってしまったのだ。にしては置いてきてるけどね。自分も冒険しようとしない？だが森に住む者が男になるためには何があろうとやらねばならぬことがある。そうなんだ。新しい橋は絶対息子に手がけてほしいのだ。あいつなら必ずやり遂げる。じゃあ、うちらで書いちゃダメってことか。どこにある？洞窟。あ、絶対あそこだ。絶対あそこだってところがあるね。てか書いてあるわ。下巻遺跡。右手、高宮平。高宮平？信州平原。高宮平ってなんだろう。あー、ここが橋か。うわー、すげー。増水も増水じゃん。危ないよ。橋がすっかり流されちまってら、橋を流しちまうなんてとんでもねえ急流だぜ。手で調べてもどうにもならねえんだって。どうにもならねえか。じゃあ仕方ねえな。どうにもならねえもんは仕方ねえ。ここどうなってんの？しかし。滝みたいになってる。あそこの家なんだ？いろいろ気になるところがあるな。気になるところがあるね。あおーん。あ、
実がなってる。実がなってるっていうか。めっちゃ怒ってるでしょ、あいつ、あそこで。あいつらのお家なのかな。とう。とう。保険でもう一個。ほっ。ほっ。で、よいしょ。あー、よっこいしょ。あ、木彫りの雲。木彫りとはいえ、その迫力は本物だ。浜札。小ダメージ。で、ここを塗りつぶして、ねね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 と。塗りつぶしたもうて。じゃ、またウサギさんじゃん。草ないんだよね。うさぎさん便利、便利キャラにされてるよ。こんにちは。お。こんがり肉、モンハンか？じゃあ、あれなんだよな、胃袋。胃袋さ、もったいないよな。300貯めたいな、でもここまで来ると。お、焼き魚。何でも食べるな。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。やべやべやべ。何でも食べるし、めっちゃ見られてる。じゃあ、ツタマキ遺跡行ってみるか。ほいだら。あそこか。ジャンプして行った方が早いか。あれ？なんかおるわ。変なのが。おい。何やってんの？またもやポチお前か。ねえねえねえ、なぜお前はそうまでして我につきまとうのだ。我はこの通り新たな奥義の得意に励んでおる。何せこの森を抜けた先の高宮平には恐ろしい怪物がいると聞くからな。そうなの？怪物の名は赤なんとか、赤ちゃん。百の手下を従えるという妖怪の狩猟だ。へえ。赤なんとか、なんだいそりゃ。な、名前はちょっとど忘れしたのだ。ともかく高宮平では暴れ回り人々を苦しめているその大妖怪を、我は何としても退治せねばならん。そのためにはまずじっくりと鍛錬をし、キャツを葬る絶対奥義を得得せねば。それに今は高宮平へ渡る橋が壊れているゆえせいても仕方がないしな。なあに、奥義を得得した暁には濁流を泳いでても退治に出向いてくれるわ。さあ、分かったらあっちへ行け。なあ。なんだよ。加えますよ。あや、落っことしちゃった。やべ。危ね危ね。今、加えられないんだった。ん。いろいろあるじゃねえか。うわ、びっくりした。鹿じゃん。初めて見た。鹿さん。ほっ。鹿とかいるんですね。鹿でした。あ、出た。これ何なんだろうな。なんかありそうなんですけどね。これまだよくわかんないんだよな。やべ。ここ俺はまあ。はぐれ玉出た。え、この鍵なくしたらどうすんの？あ、やべ。なくなったんですけど。あれ？なくなった、マジで。やべ。あれ？どこ行った？ちょ、鍵どっか行っちゃった。やべえ。ちょ、鍵、なくした。積んだか？いや、怒ってるもんな。あいつ持ってないよね。あ、持ってるじゃん。なんだ。なんだよ。びっくりさせやがって。持ってんのかよ。来たよー。あー、来ました、来ました。お。おー。
すげえや。ハイテクだ。迷子の犬コロを探しに行ってみるか。でも実はおいらもっと気になることがあるんだけどよ。何？ここは大昔から誰も入ったことのない遺跡なんだよな。ってことは、この奥には何かとんでもないお宝が眠ってたりするんじゃねえか。本当に？まあそれはそれとしていいと言ってみようぜ。ないね。変なのしかいない。神器の強化。おー、強化ですか。どうやって強化するんですか？気になりますね。黄金との子により強化できる。黄金との子は旅の行商人の間で高値で取引されてる？そんなのあったかな。一つの神器に一度だけ。はーん。より格の高い神器以上に破壊力が上がることはない。なるほど。なるほどね。じゃあ新しい神器手に入れたら、どんどん変えてけってことだ。なるへそね。おーい、なにこれどうなってんの？ツタマキ遺跡。土偶じゃん。なるほど。随分奇妙な形の石像だな。あんなに苔むして大昔から手つかずのまま放置されてたようだぜ。それにしてもあの気味の悪い水の色はなんだよ。毒か？甘子をいきなり水の中に飛び込んだりしないで。え？一応桜花で初でも書いて様子を見ちゃどうだ。確かに。おらー。うわー。一発ですか。そうですか。